皆さんこんにちは、土です。今日は TTA のロブショット編いきたいと思います。ロブショット決まるとかっこいいですよね。それのポイントを考えていきたいと思います。はい。ロブショットをですね、成功させるには、ポイント4つ、大事にしてます。まず1つはですね、アドレスです。はい。そして2つ目、ラインの見極め、今から打つ場所のラインの見極め。はい。そして3つ目、スイング中のインパクトのイメージで、4つ目は、そのピンに対しての、高く上がるわけですから、距離感の出し方、この4つをしっかり説明していきたいと思います。はい。それでは1つ目のアドレスについて説明していきたいと思います。はい。TTA はですね、基本あんまりフェース開かなくてもいいっていうことをよく言ってるんですけれども、これは当然ロブショットは開きます。はい。しっかり開いて、このクラブのソールがしっかり地面についてフェースをもう真上向いてください。はい。で、真上を向く構えをして、はい、TTA の構えはここからですね、体の真ん中、シャフト自体は真ん中です。はい。で、球の位置が少し左になりますね。真ん中よりは少し左に置く感じです。で、この状態で、もちろん高く上げたいんですけれども、こうは絶対になしです。これだとダフって逆に跳ね返ってトップしたりしますから、はい、もう体重はもう5、または6ぐらい、ちょっと左が下がってもいいですね。はい。こんな感じです。はい。後ろから見たアドレスも そんなにこうオープンスタンスにする必要はないと思います。少しだけオープン、はい、フェースもめっちゃ開いて地面につける、で体の真ん中にシャフト構えて、オープンスタンス度合いはこれぐらいですね。はい。これがまず1つ目のアドレス。はい。それでは2つ目のライの見極めっていう部分なんですけれども、この3つのボールでもライが全然実は違います。一番向こうのこのボールはすごくいいです。で、次にいいのがこれ、3つ目がこれです。で、3つ目は少し沈んでます。映像では見にくいんですけれども、まずその辺はしっかり把握してみてください。この3つのボールでライの確認していただいたんですけれども、ちょっと分かりにくいですけども、結局芝がしっかり生え揃っているところはロブショット打ちやすいです。で、生え揃っていなかったり、近くまで来てすごく硬いラインのところとかは、もう基本的にロブショットは成功しにくいと思ってください。で、やっぱりこうバンカーショットに近いので、しっかりこう下げてこうボールの下をくぐり抜かすように打ちますから、下が硬いライですと、弾かれて、ロブショットの成功はちょっと難しいです。ですから芝がちゃんとあるな、また沈んでるとまたそれも難しいんですけれども、ある程度浮いてて、そして、芝もたっぷりあるっていうことが大事な要素です。はい。それでは3つ目、インパクトの形です。インパクトの形のイメージなんですけれども、アドレスで体の真ん中にこうクラブ構えていただいてます。インパクトの瞬間、どんだけ振り上げてもですね、インパクトの瞬間はこの形に戻ってください。これを通り過ぎて打ちます。インパクトの瞬間に手がこうハンドファーストに出たり、逆にこうリリースが早すぎて手前を叩いたりするのは良くないですよね。成功しません。もう体の真ん中、ここにビシッと戻ってきて通り過ぎるように、そういうイメージを持ちましょう。ここにビシッ、この真ん中にビシッ、こういう感じですね。はい。それでは4つ目の、距離感の出し方ですね。ピンに対して思い切って、どのような距離感で打てばその成功しやすいかっていうのをイメージしてみましょう。まずこれピンまでが14ヤードぐらいです。ですから、14ヤード打つ、それ以上打つつもりで振ります。で、ちょうどうまくこう手前に落ちてコロコロ、それはもうイメージするとやっぱ弱くなってしまい、ショートしてしまいがちなので、例えばだるま落としになってポテって言って、ここでなるとすごくもう一度打たなければならないから辛いですよね。はい。じゃあ14ヤード、もう向こうでもええぞと思う気持ちで打ちます。はい。それでもまだ足らない。はい。これで2ヤード、3ヤードショートですかね。
これうまくいきました。はい、これニアドオーバー。2ヤード手前、はい、これぴったり、はい、もう1回いってます。OK、 完璧です。はい、そしてですね、今この僕が打ったライですと、あまり左足上がりではないです。ほぼほぼ平らなんですけれども、この少し前に来て左足上がりのライ、この場合ですね、あまりちょっとしたコツなんですけど、あまりカットに打つと距離感出にくいですから、フェースは開いて、まあ、もちろんアドレスカメラ撮るんですけど、気持ちまっすぐがちょっとインサイドアウトに振るようにしてください。アウトサイドインではないです。少しインサイドアウト気味でいいです。そうすることで球がちょっと乗りフェースに乗りやすくなって距離感も出やすくなります、はい、少し左足上がりの時のテクニックですね。少しこうインサイドから打つようなイメージで、はい、やってみましょう。はい、それでは、はい、横からの映像で、はい、ロブショット10ヤードオーバーでもいいと思ってしっかり振ります。まあ、まずね、はい、こんな感じですね。はい、それでは本日はロブショット編でした。球を止める方法っていうのは他にもまあいろいろありますけれども、今日は高く上げるロブショット編でしたね。ただ、ちゃんとこうロブショットが必要な場面でなければロブショットっていうのは成功しません、っていうのも平らなライでもうパターでも打てるようなライでロブショットを打ってもなかなか距離感と出にくいので、あまり成功しません。やっぱりロブショットが必要な状況で初めて成功しますので、いろいろな状況、そういうふうな状況をしっかり見極めながら、使ってみてください。ちょっと難しい技術ですけれども、それを身につけていただくと、ゴルフがもっともっと楽しくなると思います。まず、大事なことは4つでした。まず1はアドレス、そして2はラインの見極め、ボールのラインの見極めですね、はい、そして3はインパクトの形のイメージ、そして4つ目は距離感のイメージでしたね。ピンよりももっと奥までも打ってもいいっていう気持ちでしっかり振る、この4つを守っていただければ、まあ、ロブショット成功しやすいと思います。はい、それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。ツッチーでした。